こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。高松記念競民もいよいよ最終日、ュニエース決勝戦の予想を行っていきましょう。まず、概要です。ご覧の通り。3部戦になっております。2番車が平原光太。1番車が太田龍馬。 8番車が小川慎太郎で、7番車が渡辺、えー、哲夫ですね。5番車が中村博えー、っと、前を回る選手が鈴木、え大、ー、田龍馬、それから山崎健人ということで、平原鈴木、新潟の鈴木の番手を回ります。小川慎太郎も、 大田龍馬の番手を回る、えー、そして小川の後ろが渡,渡辺哲男、えー、山崎の番手を回るのが相田拓実その後ろに仲本ということで三分戦なんですがえっ、ー、とい一番積極的に行くのはあのい山崎健人じゃないかなと思って他は勝ちの欲が出るんじゃないかなと思って えー、番手の、ソーダを、えー、軸にしました。で、えー、ちょっと穴で狙ってみたいのが、えー、鈴木、ですね。一応、ひらはら、が、後ろなんですが、なぜ鈴木なんかというのは、えっ、ー、と、ここで、えー、後で説明いたします。はい、えー、12S 決勝戦のメンバーです。えー、ご覧の9選手、SKS 班は、 えー、平原光太のみか、ですね。ただ、あの、太田龍馬、山崎健人、小川慎太郎、が、の、若手がいて、107期以降の若手がいて、非常に興味深いですね。また、癖者も多いんですよね。そうだた中村博士、渡辺哲夫。えー、この辺も不気味です。 で、えー、中本、熊と中本6番車が初めての記念決勝ということでおめでとうございます。そしてやっぱり安定の実績では平原についてますよね。はい。えっ、ー、と、こちらですね、並びの、先にですね、並びの予想がご覧の3分線ということで、先ほどもし示しました通り、新潟の鈴木に、えー、2番車、 埼玉の平原、千葉の中村博士、し、それから、徳島コンビ、大田龍馬と小川慎太郎に、愛媛の渡辺哲夫、九州三社、長崎の山、山崎健人に、福岡の相田匠、え、小川中本ですね、 バック回数は一番下の太田が抜けてますね。あ、太田がいやトップです。えー、山崎が10回、えーと。鈴木が8回。この3人がラインの前を回る選手で、えー、小川慎太郎が番手。基本的に自力型なんですが、今回は番手を回る太田が6回。中本が3回。えー、平原が2回ですか。 で、えー、ホーム回数を見ると鈴木がトップなんですよね。ってことは一度前、前,前に踏むという選手ではないかなと。で、大田と山崎はかましが主体なんじゃないかな。まあ、小川もそうですよね。で、スタート回数はちょっと最大高でも小川の2回なんで、なんとも言えませんが、まあ、私は、えー、太大田が取ると思います。まあ、あの、山崎やそうだが、 そうだ、平原がとってもいいんですけど、大田じゃないかなっていう気はしますね。つまり、四国勢、地元四国勢。まあ、今回残念ながら、香川県の選手は決勝のれなかったんですが、四国としては3人乗ってきました。その四国勢が前で、中段が鈴木で、 おそらく、後ろから山崎が攻めるものと思われます。え3連単のシリーズ一応のトップは平原ですね。やっぱり、実績は平原ですからね。そして、えっと、小川慎太郎、渡辺哲夫が続く。これはですね、大田がやっぱり、やっぱり地元勢から優勝者をということで、引き出す競争をして、えこの2人が、 番手から、小川も番手枠に用意しますからね、抜け出してというのがあると思います。続いて、まあ、平原マークの中村、えー、大田龍馬。で、ソ、えーダで、山崎はまあ、そんなに変わらないんですが、鈴木と中本の人気が全然ありませんね。鈴木の人気のなさは結構、 びっくりで、引き出し役だと思われてるんでしょうね。言うほど引き出し役かな、このメンバーで。二社単のオッズ見ても、まあ、やっぱり太田が人気なんですよね。もっとも、2位後に偏っているのはかなり特徴で、えっ、ー、と、鈴木が残るパターンでも30.5倍。まあ、これ、二社単まだ二千え三、ー、3000票もいってないんで、 まだまだオッズ変わる可能性があると思います。で、それから8778もやっぱり売れてますよね。売れてるって言っても、この2点で狙うんだったらいい配当だと思います。正直悪くない。だから、この大、大田が行くんだと思ってるんだったら、この2人の折り返しのみを買ってもいいかもしれないですね。まあ最も、もっとも、そうだ。 中村。もうクセモ者なので、なんかそれで終わらない気もするんですけどね。あと、大田が結構人気ないですね。大田も。山崎をもうちょっと、あの、人気してもいいかな。山崎。そしてですね、これ見てください。9番車ですよ。 まあ、まだ始まったばっかりとはいえ、100倍以下がないんですよね。さすがにヨーロッパでもないのに。これはちょっと、うん、月いくら平原が後ろでも月きすぎだし、うん、必ず逃げるのかな。で、か、そっちで持ち味発揮できるのかな、平原えっと、鈴木もそうですし、例えば鈴,鈴木がい で、行くと、バックぐらいから、大田や山崎だと、出ないといけないですからね。そうなると、勝つっていう意味で平原は、鈴木が逃げた場合、逆にマイナスに働くんじゃないかなと思いますね。さて、えー、戻りましょう。えっ、ー、と、まあ、レースのポイントですね。えっ、ー、と、このレースは、おっと、<laughs> 出しちゃいました。 逃げるのは私、山崎だと思いますんで、バンデオソーダを軸にしました。なんか、8778が売れるんじゃないかなと。まあ、もちろん、平原も売れますし、ただ、平原、あの、大宮で、結構いい展開になりながら、ようやく繰り上がりの三着というのは、やっぱりさすがに、足落ちてるなとっていう気はするんですよね。準決勝までは、いつも最近の平原ってすごく、 いいんですけど、決勝になると途端になんか落ちるなっていうか、脆いなという、足が伸びないなという感じは常に受けちゃうんですよね。で展開としてはさっき申し上げた通り、前を取るのが太田でしょう、四国でしょう、で中段をあの関東、東側確保するでしょう、えー、山崎、 らの球種は後ろから攻めるでしょうという見込みで。まあ、あと基本、大田も山崎もかましでしょう。ま、鈴木はまくりだけど、結構粘り強いレースはするでしょう。というところで、どうだろう鈴木が、やっぱり鈴木が切るかな鈴木が切るか山崎がもう、あの、あまり遅いと大田に突っ張れると思って、 もう山崎自体が行っちゃうかですね。まあ、どちらにしても山崎が逃げて、逃げるのは間違いない。まあ、大田が突っ張って叩き合いあるかもしれないですけど、それはまあ大田山崎の抑えどころとか次第なんですけど、 まあ、どっちかなと思うんですよ、ね。山崎はすんなり先手取って、そうした場合、やっぱり、太田、7番手もあると思うんですよね。やっぱり、鈴木は一度に、比較的安定してますし、粘り強い。前々にいるってことが多いんで、粘り強いです。が、太田はやっぱり、ムラがあるレースですからね。 中段取るっていう器用さがあんまりなくって、積極的に行くか、まあ粘りも大体いいついてきましたね、太田は。か、やっぱり7番手に置かれて、っていう展開になるかのどちらかだと思います。まあ脚力はついてきたと思うんで、7番手に置かれても全くチャンスがないとは言いません。どちらにしても、案外、 あの、見逃されているのが鈴木なんですよね。あと、鈴木の実績から言って、そんな簡単に早がけするかなっていうのは、あ先ほど言いましたね。早がけしたところで、あの、大谷や山崎に枕へ上がるのがオチですから、そうやったら、チャンスのある戦法としては中断確保して、あの、 大田多分太田だと思うんですけど巻き返してきた時に先まくりを打つというのがまあ鈴木自身ももちろん平原にとってもベストの戦法だと思うんですもちろんあの実際のエースがそう動くかっていうのは分からないですけど私のまあ考えているあの一番理想と考えている展開を見ると鈴木はまあ中断前々で中断確保して最終的には えー、まくりを打つっていうことで、うん平原がいまいち大宮記念取れなかったことを含めて、えー、君足を書いてるっていうこともあって、全幅の信頼が置けないということも含めると、鈴木も実は面白いなぁと思うんですよね。ただ、山崎が今場所すごい調子いいんです。なんで、まあ、 当然、これになるんですよね。えー、っと、結構、まあ、太田を後方に置いて、鈴木が中断ならば、山崎をかけは、4コーナーまでは持つんじゃないかなぁと思うんですね。ちょっと叩き合いになる可能性もあるんですけど、叩き合いになったら鈴木のまくりごろということで、 まあ、あその確率は低いと思います。やっぱり、大田、抑えられたら下がっちゃうと思うんですよね。ま、あ前々に大田行こうとするんですけど、いつもそれは中途半端な形に終わっている。ということで、岩崎が逃げるんですけど、足は使う。確かに、あの、大田当然意識、大田や鈴木意識しますから、足は使うけど、最終的には意外と、あの、 気づいてペースでかけられる、えー、気もするんですね。ま、なんか4コーナーまでまくられないんじゃないかなと思います。なんで、えー、番手のソーダを軸にしました。えー、中本も初の決勝なんですけど、自力足もあるんですよね。そうなると、ちょっと夢ということで、 そうだ刺す目もあるんじゃないかなと思います。ッズ見てみましょう。そうだ刺す目は163倍ですか。これが36だと75.2倍なんで、そんなに変わらないんですけど、変わらないって2倍しか差がないんですけど、中本の優勝とかを案外展開上ある射程圏内じゃないかなと思うんです。でそして逆に、 太田も別に、あの、小川渡辺を引き出す必要ってないんですよね。引き出す、引き出すって言うんですけど、一応、小川を前を託す側には、そんな、もちろん太田がかけたら番手から出る用意はしますけど、無理に逃げてくれ、太田とは、小川は思ってないと思うんですよね。ただ、太田もそんなことするかなっていうのがあるんで、 小川よりは太田ですね。太田がまくってくる展開。そして、中段を取るとみて、鈴木がまくってくるという。え原、ー、よりは鈴木ということで、この三人は折り返しに行きました。それからですね、山崎の残り目。まあ、折り返そうかなって迷ったんですけど、やっぱり足は、 4コーナーまでなんだろうなぁと。あとはどこまで粘れるかということなので、刺し目だけにしました。で、それからやっぱり渡辺と中村は怖いですよね。えー、っと、やっぱり4コーナーなると結構上がりが垂れ、えー、っと、垂れてきてるんで、上がりがかかる展開になって、またまくりも飛んできてるんで、結構 コース開くと思うんですよね。そうすると、この二人が別戦ながらも不気味に突っ込んでくるという見通しをしております。一応、平原も、鈴木がある程度まくり上げたら、まあそこから、えー、っと、切り込んでというレースもあるんじゃないかなということで、一応抑えました。 ただ不安しかないんですよね、平原はね。で、えー、っと、穴は鈴木にしましたね。えー、っと、これは、あの、叩き合いになった場合とか、まあ、太田が逃げたら、太田逃げないと思うんですけど、太田が逃げたら、ちょっと小川が出ていくんで、厳しいと思うんですけど、山崎が逃げたら、中断加工できるんで、 案外、えー、っと、仕掛けどころ次第では、あの、できちゃうんじゃないかなと思います。参考なぐらいで,できたときに、あと、まあ、もしかしたら、そうですね、山崎が、 もしかしたら、一応、太田とか山崎とか言,って言うんですけど、え太、ー、田がですね、前々に行って、園田をどかして山崎を番手に収まってしまうことがあるんじゃないかなと思うんですね。そうなると、隊列短くなるんで、 ごちゃごちゃとしたとこを鈴木が巻くという展開が意外とあるんじゃないか。そこで平原、平原もついていくんですが、太田と絡んじゃって、太田か、委員は当然太田が回ってるんで、太田か、もしくは、あまりにもごちゃごちゃ絡んでると、落車とかも。 基本的に落車考慮に入れないんですけど、アクシデントがあったり、えっ、ー、と、その、足が揃えると山崎の残り目なんかもあ、あるんじゃないかなと思うんですね。やっぱり、ちょっとこれ、鈴木人気なさすぎですよね。いくら平原後ろに連れてるかといって、私は、あの、引っ張り役では終わらない。十分鈴木でも、まあ、太田と山崎の足の使い方、動向によっては、えー 優勝のチャンスまであるんじゃないかなと思ってますはい、えー、以上高松記念決勝戦の予想をお送りしました長くなって申し訳なかったです、えー、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします また、関連動画、動画、プレイリストを最後の20秒に流しますので、お時間ありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。えー、っと、プレイリスト、えー、っと、あなたのアカウントに、ブックマークといいますか、リスト登録できますので、よろしければそちらもお願いいたします。はい。えー、以上、高松記念の決勝戦をお送りいたしました。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。